ああ、今回ね、まあ、いろいろと強化されてったけど、どうだろうね。どれが一番良かったんだろうね。まあ、個人的にさ、今回さ、アルペンランサーの強化さ、すげえ使いやすくなったのよ。NP20% チャージついたし、回数式にもなったから、その、バスターホーグ QA とかじゃなくて、その、バスターホーグ BB じゃなくても、バスター QA で次のターンバスターで殴るっていうやり方もできたりするから、そういう意味ではめっちゃこれ強化良かったなって思うし、3ターンに伸びた時点で、周回でめっちゃ適性増えたから、ありがとうってなったんだけど、どうしてカリスマはっていうのすげえ思うんだよね。俺、黒槍王に関しては、どちらかっていうと、なんか、魔力放出強化するよりも、ね、カリスマを強化してほしかったなって、すげえ思いました。で、まあ、それ以外か。なんか今回、色の単体デバフ多かったよね。ブラドバーサーカーはアーツデバフだし、ラーマくんはバスターデバフ、小次郎級デバフ、で、スター獲得級デバフ、新茶、個人的に、今回の強化ね、全部良かったと思うんだけど、直接的に繋がらねえなーって思っちゃったのは、シンシン。かな？まあ、高難易度前提でっていう動きになったら、もちろん防具強化されてる時点で相当強いんだけど、もともとアサシンっていう前提で動いた時に、使わんなーみたいな。あんまりかなーっていう。ブラドさんは正直なところ頭おかしいんで、この子は特に言うことないと思う。本当に壊れたと思う。なんでこんなに強いのっていうぐらいに強くなってるから、この子は強い。で、ラーマは NP チャージを持ってないにしろ、その、もともと魔性特攻前提の火力だったのが、魔性特攻なくても火力出してくれるし、かつ、レイド戦とかで相手が魔性を持ってることっていうのは割かしあったりするから、そのこと考えたら使えるな、普通に。ただまあ、がっつり使えるわけではないから、ここもじゃあ微妙っちゃ微妙か。で、小次郎に関しては、強えんだよ。強えんだけど、タイミングなんだよね。個人的には、弱体を受けた後に、スキル使って弱体解除して、ぶん殴っていくっていうのが、一番いいんだけど、弱体解除できないじゃん。てか、まあ、初ターンに打つじゃん、基本。そのこと考えたら、弱体解除を、のメリットを捨ててまでバフるべきなのかどうなのかっていうのがちょっと気になるところだよね。ただやっぱこの子に関しては攻撃前に Q 耐性ダウンしてくれるから他のキャラクターと違って攻撃した後ダウンではないからそれはプラスだよねっては思ってる。あとスキルだからいつ打ってもいいっていうのもあったりするかな。で、シンプルにコアトルさんはやばい。やばい。コアトルさんはシンプルに強い。スター25個獲得っていうのは、頭おかしいし、カリスマ持ってるし、NP チャージ持ってるし、クリティカル威力アップ持ってるし、バスター単体付与持ってるし、もう今後変則クエストで敵がキャスターとか来たら、まあ、割かし冗談抜きで、コアトルさん使う場面あるよな、って思ってる。で、シンシンはさっきも言った通り、その、アサシンで、防具の火力上がったから嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、それがめっちゃ強いかって言われたら、なんとも言えないから、どうなんだろうっていうのがあったりするね。まあ、ただ、スカジシステムとかでガンガンやっていくとか考えるんだったら相当火力上がるし、黒聖杯運用することもできるっていうことを考えたら、プラスかなって感じ。で、新茶の強化に関しては、あれだね。自己解決したって感じだよね。もともとは星出さないと、第2スキル切れなかったのが、この第1スキル切ることによって、NP チャージも、防具威力もつくし、悪特攻も、あ、悪属性も付与することできるから、そういった意味ではめっちゃプラス。あと、まあ、こういうパターンが基本ないんだけど、
ドーマンと合わせた時に混沌だけど、なんかもう一つの、もう一つのやつがさ、悪じゃないとかあったりするじゃん。それ考えたら、割かしありなのかなって思ってる。その霊装縛りとか、マスター霊装縛りがなくなったっていうことを考えると、新茶は、なんか使いにくかったのが、使いやすくなったなって感じが個人的にする。使い勝手いいねって感じだよね。で、まあ、アルペンランサーに関しては、まあ、さっきも言った通り、バスター3回の NP20% チャージは周回等で使えるから普通に強い。ただアルペンはどちらかっていうとそれよりもカリスマを強化してほしかったっていう気持ちがあったりするから、まあそのこと考えたらどうなんだろうねっていう感じかな。だけど、うん、やっぱり最近の強化クエストって大体強化全部いいからさ。まあ、特に、もうこの強化何なの？ハテナ？っていう子はいなかったから、まあ別になんだろう。特にこの強化がひどいっていうのはなかったかな。全部まあ程よく良かった。自己完結できるようになったし、変則クエストも回れるようになったし、まあ良かったね。わー、みたいな。感じかな。めっちゃアホになってるけど。ただ、俺はやっぱり、ここは、ね、カリスマが良かったっていうし、一回も強化来てないオリオンやってほしいっていうのも、ん？オリオン一回強化来てるか。スキルのテコ入れしてほしいキャラクターとか一定数いたから、まあ、そこがちょっとっていうぐらいかな。どうしてそこ強化したのっていうのはあるかもしんない。まあ、ほとんどの人は多分、小次郎がえって言ってるだろうね。小次郎、強化かみたいな、そっかみたいな。わりかしここまたハリとかこれでめっちゃ押してる人多かったからな、強化で。そうだね、メイドオルター枠がいなかっただけマシっていうのは正しい。メイドオルター枠がいたらもっとみんな悲惨になってるからな。正しい。そうだね、今回のなんか人選あんま分かんなかったね。なんか初めは単体宝具系なのって言われてたけど、なんかそういうわけでもなく最後全体来たし、なんか強化しようと思ってるけどストーリーとか今後に関わらないキャラクターをとりあえずテコ入れしたのかなって思いつつ、なんかこの顔ぶれなんかすげえ活躍しそうなんだよね、今後って思ったりもする。ブラドとかはじめらへんはなんか微妙なんだけど、コアトルさんぐらいからなんかワンチャン活躍しそうだなって思う。7章ありえるでしょ。で新宿組はさ、ホームズとの掛け合わせが組み合わせがあると思うから、そういった意味でどうなんだろうってのにもなったりするし、ヤリオに関しては多分6章あるからそこの噛み合わせなんかなみたいな。今回は、なんだったんだろうね。運営の気分なんかな？気分強化ってことだったんでしょう、きっと。